この動画には、以上の要素が含まれています。ご理解の上、視聴してくださいね。はい、毎度どうも、ゆっくり霊夢よ。ゆっくりさないです。呪術廻戦解説の達也です。前回はケイリットでドラゴンキラー、沼地でミリ戦闘撃退したところですね。で、確か近くで次の標的を見てたところよね。何か鎧を着ていたように見えましたが。ですね、ここから見える人なのですが。何か槍みたいなのを持ってますか。あれ位牌を呼べないんです。ラテナさんに狙撃してもらおうと思いましたが、木の形的に置き場がなさそうですね。設置は諦めて。おお、もう毒になりましたね。なるほど、これが毒弓と毒矢のセットか。強者での状態異常付与率の高さもありますね。あれ、なんか弓が飛んできてます。なんか旗っぽいのを使ってたけど、召喚系だったのね。言われてみれば、ダクソ3にあった、ロスリックの軍旗に近い動作でしたね。そんなわけで、沼地エリアにいるボス、副将にいる。あって無事に兵士を召喚する、老騎士ですね。よし、足元に来たな。あれ？ロックオンしてるのに。これアローレインの適正範囲とかもあるのね。遠すぎてもこんな感じで自分の上になってしまいますね。おお？また下を矢が抜けていってて草。相手の弓兵さんもある意味すごいですね。芸術点高め。よし、ここなら。えげつない音してますよ。ちょうど引っかかってる部分から集中してるのね。勝ったな、ガハハ。あ、やっべ。あ、ローリングしちまった。あー、ついつけで。でも回避しないと食らうものねー。というか、何投げてるかと思えばくくりですか。こんな強いんだ。確かに、失血までしてますもんね。あれ？召喚したのに出てきませんね。すでに兵士が他で出ているためですね。よし、ここらで。あ、まだ近いか。あの回転攻撃にも赤い腐敗効果もあるんですか。ここらまで近寄ってみると、またやってきそうですが。あわわわ。これまたすごい速度で溜まりますね。よし、取ったな。毒にして放置してたら戻られてしまった。あと少しですね。このまま騎乗しつつ弓を使っていきましょうか。いてて。あと1発ですかね。プレゼント。なかなかひどいボス戦でした。縮小の軍旗。無垢金の針。あ、
この人が落とすんだ。その兼ね合いでここに来たわけですね。ついでに祝福、エオニアの中心解放。とりあえず、この針を渡しに行きましょうか。行く前に、確かこの辺りに。あ、いたいた。スカラベちゃん。おっと危ない。先輩、聖なる降臨。あ、これは前に戦った木吹氏の鎌タイプがやってきたやつかしら。ですね、鎌や槍用の戦技なので。うちとはご縁がないですね。戻りました。どうもどうも。ではプロロ。おお、針がきれいに。というわけで、町から坂道を登って教会に向かうことに。なんか説明文見るととんでもないアイテムですね。外なる神の干渉って、どういう世界よ。ここから教会に向かう道に出ます。祝福、サリアの町裏を解放。さて、どういう道なのやら。出てくるわね。追加はないみたいですね。そこまで頻繁に通る場所でもないので、どれくらいの頻度で出るかとか知らないんですよね。ここを登って、そのまま進み、そんなこんなで目的地、腐れ病の教会。むあれがミリセントさんですか。じゃま、祝福を触って。一応、聖杯瓶の強化。あら、石腕ですか。とても痛々しい。これを。
調子。うまいよ、エリアス。気を失ってしまいました。針の効果なのかしら。これで一度、休憩して時間を進めると。お？めちゃくちゃキリッとして、髪も整っています。いけじゅ。岐阜県史の伝承。病に伏せっていた状態からすぐたびに。そこまですごいんですかね、あの針。もしくは彼女の回復力ですね。あれ？ゴーリーさんいないんだ。椅子に座っていたはずですが。プロロしてくると。ミリセントさんが来てましたよ。悲しいことを言いますね。さて、これで魔術を学べるのですが。お、霧があるからこれだけは買うのね。命を蝕む銀の霧、ですか。水銀の霧ですね。てなわけで、ミリセントとゴーリーイベントでした。またどこかで会うのかしらねー。さて、それでは戦意の毒の霧を紹介。これがいつもの祈祷ですね。対して、毒の霧。あー、これは暗殺には向かないわ。同じように、戦意の、霊気の霧。モーションは同じで、出る霧が違うんですねー。凍結は凍結で強そうだけど、意外とかかりませんね。今度は、さっきゴーリーさんから購入した夜巫女の霧。あれ？これ気づかれるんだ。以前あった水銀系の霧はアクティブにならなかったんですけどね。ちなみにこの霧は毒霧と違い、プレイヤーも食らうので気をつけてください。そのまま教会周辺の探索。おや、あれがあるってことは近くにダンジョンですか。ん？どこですか。アローレインを取った階が、赤獅子の近く？方向からするとそれよりも奥にも見えますね。だいたいこの辺りを指していますね。明らかに無理そうな場所なんだけど。もうしばらく後ですかね。
あ、ちなみによるみこの霧ですが、自分の HP を見ているとわかりますが即座に自分も食らいます。まじまじと見ると思ったよりも早いですね。てか結構強いわね。知力も必要が低いので、低レベル攻略ではいい魔術だと思いますよ。そういえば、かなり前に買った文書。隠し洞窟について。サリアの町の崖城の。ってことはここいらですか。墓場が目印なのですが、教会手前にも墓場が多くて、自分は最初、そこから探していましたね。なんかアンデッドが湧いた音。お？ここも墓場ですね。はい、九段の文書が指しているのはここのことです。あとは墓場にいた魔術師だけですが、安定の毒殺戦法、水銀でもいいんだろうけど、安全を取るならこっちですね。でも面倒くさくなってきたので、やっぱ人型には失血強いわ。で、問題の隠し洞窟。え？もしかしてこんな場所に？これは文書買ってないとわからんて。今だからすんなりでしたけど、どれだけ手前の墓場の壁を叩いていたか。サリアの隠し洞窟。とりあえず祝福だけ起動。そんな洞窟から出て東に行くと、あら、霊気流。おお、アイテムたくさんですね。断石7、石鹸の鍵、断石7、断石8。えらい豪華なラインナップね。ただ、その手前の5とか6とかで強化してないですからね。拾えるだけありがたいやつ。ちなみに場所で言うと、寝ていた巨大ドラゴンの南になりますね。ああ、地図見ると把握。で、先ほど言ってた教会手前の墓場が、ああ、確かにこれも崖上の墓場だわ。これの背後を叩いてたらそりゃ時間かかりますよ。で、ここいらにはコウモリがたくさん。紐付き毒油。でも毒は霧でどうとでもなるんですよね。え、これで当たらないの？たまに射程の感覚がおかしくなりますよね。ああいう戦技はわかりにくそうだわ。うますぎる。といったところで今回はこの辺りで。なめだなめだ。
ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価をいただけると次回作につながります。